広角機動隊広角機動隊アライズ広角機動隊アライズは全4部からなる日本の劇場用アニメ映画プロダクション IG 制作原作は白を正し衆の漫画広角機動隊総監督は木瀬和也でシリーズ構成は産方等アライズは広角機動隊の各作品の中で原作 劇場版 SAC に続く第4の広角とされる。監督や脚本だけでなく、主要な公安休暇メンバーのキャラクターデザインの変更とともに、キャストも刷新されている。内容としては、公安休暇設立前のメンバーの話及び草薙、元子の所属していた501機関について、焦点を当てたものとなっている。物語の年代は、ボーダー。 12027年6月、ボーダー、22027年8月、ボーダー、32028年10月、ボーダー、42028年12月、パイロフォリックカルト2029年1月となっている。第1部が全国20スクリーンで公開され、2013年6月22、23日の初日2日間で、公衆3、6百7万6、200円。 動員3万55人になり、国内映画観客動員ランキングで初登場第8位となった。劇場先行販売 BD は20のうち7劇場が土日で売り切れている。ボーダー2の最終興行収入は推定1億円。2013年秋のボーダー2上映に合わせてアニメ専門 BS、CS チャンネルのアニマックスにて公開済みのボーダー1が テレビ初放送以降のエピソードも同様のパターンで断続的に放送されていき2015年1月の年始特別編成にて全4エピソードが初めて一挙放送される運びとなった2015年4月からは本作をテレビ放送用に再構成したバージョンが放送詳細は下記を参照この節においてテレビ放送版 オルターナティブアーキテクチャー新エピソードパイロフォリックカルトを指す場合は PC トリアクスボーダー1ゴーストペイン終了時点では荒巻以外はまだ公安休暇に所属しておらず祖師以外は元の職に所属した状態である公安休暇以前に祖師が所属していた部隊正式名称陸軍開発実験団医学実験会議会、研究部特殊議体研究科501分室 戦闘用擬体の開発を目的として設立された特殊機関。特殊擬体を持った組織たちは、機関の備品扱いであり、与えられるのは管理コードのみで、その実態を知る人は少ない。月刊ヤングマガジンで、広角機動隊アライズ眠らない目の男スリープです。愛とロジコ漫画が連載された。月刊ヤングマガジン2013年第4号から2016年、 第7号まで連載。脚本は藤崎純一、漫画は大山匠。各章は姉くどきという名称で区切られている。序盤はバトーと阻止の出会い。それ以降はバトーの目から見た本編中の出来事を描く。全7巻。あらすじ本作のみの登場人物単行、本山本正幸による漫画が月刊ヤングマガジン2013年代12号及び、 ウェブコミックレーベル、ヤングマガジン海賊版公認で連載。あらすじ舞台は、ロジコマサーバーの残存記憶の中で、自然発生した空間、アライズ村。その領域に迷い込んだ、超天才ハッカーの元子とドジでおバカなメガネ女子、ロジゴ、力持ちで、ナイスバディなお姉さんキャラコマコが売りなすほのぼのコメディ。2014年1月6日より6月30日まで。 東京 MX にて、広角機動隊アライズの魅力を紹介する宣伝番組、広角機動隊入門アライズが5分枠のショートアニメとして放送された。第4回から第13回まで、ロジコ漫画を原案としたショートアニメが全10回放送された。ボーダー3の上映記念特番として、最新作6.28上映開始、25分でわかる。 広角機動隊入門アライズ SP が東京 MX で2014年6月27日25時5分から BS11 で7月1日0時30分から放送された。ボーダー4の上映記念特番として最終章9.6上映開始。まだ間に合う。広角機動隊入門アライズ SP が東京 MX で9月1日25時5分から放送。 広角軌道体アライズボーダーレスプロジェクトとは本校活行をプロジェクトプロデューサーに迎えジャンルを超えた若手クリエイターたちが独自の広角軌道体アライズの世界を描く同時多発的映像コンテンツプロジェクト広角軌道体の世界観をイメージしたショートムービー5本を本広氏が選出した若手クリエイターが制作するプロジェクトで5本のうち1本は 本広氏が総監督として参加する。2014年3月28日に、東宝シネマズ日本橋にて、イベント上映後、ウェブでも公開された。デラ制作による、フラッシュアニメ。カロリーメイトをスポンサーに、名作漫画を原作無視で、アニメ化する、名作漫画コラボプロジェクト。第2弾として配信。広角機動隊アライズオルターナティブアーキテクチャーは、 テレビ放送フォーマット用に再編集された、アライズテレビシリーズ版。2015年4月より全国各地で放送された。劇場版の全4章を各エピソード前後編に分け、さらに同年6月20日公開された、広角機動隊新劇場版へとつながる庭構成の完全新作エピソード、パイロフォリックカルトを付け加え、ウブカタ等の初期案に準拠した。 話数順に放送する構想となっている。01から08話の脚本、角話監督、作画監督は、オリジナル版に準ずるため、省略。ナック広角軌道タイアライズ DR ポルシェ。ただし新たに、草薙元子を演じる、坂本マーヤは、劇場版及び SAC シリーズで少女姿の素子を演じたことがある。ウィル・スミス親子共演、アフター・アース初登場1位。 広角機動隊も、大ヒット。映画週末興行成績、シネマトゥデイ2013年6月25日、2013年日本、映画、外国映画業界総決算、キネマ巡報大1656号、キネマ巡報社、2014年、198から199ページ。ABCDEFGHIJKLM、舞台、広角機動隊アライズ組織役は、 青の楓、荒巻役は、アニメと同じく塾和久。コミックナタリー。2015年7月14日閲覧。広角機動隊新劇場版。ニュースパイロマニア役 CV& 新規エピソード。詳細解禁。2015年5月25日。オルターナティブアーキテクチャー公式 HP のサイードの説明文により、本校かつ氏による広角機動隊ショートコンテンツプロジェクト。 ボーダー、レスプロジェクト発動。東京アニメニュース。2014年2月25日閲覧。広角機動タイアライズパロディアニメ化決定。草薙もとこ役に、上坂すみれ起用。ニコニコニュース。2014年4月7日閲覧。広角機動タイアライズパイロフォリックカルト、ブルーレイ &DVD8.26。発売決定映画。 広角機動体新劇場版ニュース2015年4月6日広角機動体アライズオルターナティブアーキテクチャー、イントロダクション広角機動体アライズオルターナティブアーキテクチャー2015年2月17日放送スケジュール広角機動体アライズオルターナティブアーキテクチャー、公式サイト2015年2月17日閲覧テレビ放送対象地域の出展 ABC 舞台 広角機動体演出に 3D 映像。役者の演技と 3D が絡む日本初の演劇にコミックナタリー2015年8月21日閲覧。ありがとうございます。